大正10年、僕らの恋が花開く。君は？私、直央ゆずきと申します。玉彦様のお嫁さんになるために、まかり越しました。初恋はいつの時代ももどかしい。どうして君は僕にこんなに優しくしてくれるのだ。お帰りなさいませ、玉彦様。うちにいた頃とは違って随分楽しそうですこと。そういうことに興味があるんだったらさ、私が相手してあげよっか。は？それってうちの音楽を思う気持ちと一緒や。ほんま、ええ友達持ったわ。世界に絶望しても君となら一緒に幸せになってもいいですか。この一年苦労だと思ったことはありませんよ。それどころか玉彦様のおそばにいるだけで幸せになっちゃっているんです。人はどんなに絶望に叩きつけられても誰かが支えてくれたらまた立ち上がることができるんだね。正直に言います、私玉彦様に恋をしております。怒って笑って恋をして。テレビアニメ大正乙女おとぎ話、令和3年10月放送開始。